こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は FBA 在庫リミットをアップするにはどうすればいいか。その在庫リミットね、こうしましょうというサポートを、してるわけなんですけど、素直に実践している会員さん、もうね、そこまで増えたかというぐらい増えてます。正しいノウハウを知れば、アマゾン輸出で稼ぐことは簡単です。自分で自力で頑張っている輸出実践者たちが、苦労している FBA 在庫リミットアップ。私のサポートを実践している会員さんは難なくリミットアップしています。在庫リミット1907個でね、現在1208個入れてると。もうぐんぐん増えてってね、ここまで2000個ぐらいになってます。もう2000個突破もね、近いんじゃないかなという感じです。で、この会員さんね、売上も1万ドルを超えています。オーストラリアアマゾン。今までね、ずっとアメリカアマゾンやってた会員さんなんで、オーストラリアアマゾン始めて、まだ半年も経ってない。で、本腰入れたのはね、コロナの、騒動でアメリカに在庫入れられなくなっちゃった後なんで、まだ半年も経ってないんですけど、ここまで売上、利益ともに増えてます。他にも146個の、ね、在庫、397個に増えた会員さんもいます。またシンガポールアマゾンね、狙い目ですというお話してますけど、シンガポールアマゾンだと、1回しかね、納品してないのに、もうすでに FBA 在庫800個にアップしてるという会員さんもいます。せっかくサポートを受けていただいてるんでね、いろいろ考えたり調べたりせず、今こういう状況です、どうしましょうというのをね、そのまま相談していただく、あるいは報告していただくのがね、売上、利益、共に伸ばす一番の近道なんで、どしどしお気軽にご相談ください。お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。